はい、始まりました。ケイです。今回もポケモンのルビー続きからやっていきましょう。ということでね、前回マグマ団のボスね、松房さん倒したので、はい、この続きからなんですけど、現在ね、フエンタウンにいます。フエンタウンね、ようやくたどり着いた。ポケモンのルビー非常に苦戦しておりますが、ようやくたどり着いて、まあ、事務戦からですね。で、ポケモンをちょっと今現状はね、はい、全員 HP も回復しておるので、早速ね、フエンジム行きましょう。で、フエンジムね、アスナだったよね。これ、穴に入っ、え?あー、そういうこと?え、でも全然トレーナーいないね。え、トレーナーいないね、マジで。え?うわ、そういうことか。お前のポケモン200度な、これ、炎タイプのジムだよね、やっぱりね。これがね、ちょっと怖くて。まあ、ジュプトルだからね。隠れよん?あれ、隠れよん?あららら。隠れよんさんですか?どうしましょうか?岩石、穴を掘り行きましょう。あ、隠れオンなんだ。なんで隠れオンなんだろう。いや、てっきりね、炎タイプ。え?こいつか?かえ、あ、そっか。隠れオンで火炎放射すれば覚えるね。毒力、あ、やべえ。え?あ、でも大丈夫じゃね?地面タイプになったんなら。さすがに耐えてくれるよね。あー、全然耐えるわ。よかった、よかった。ほめ、それはねえよな。な?若者もと一緒でな。まあでも、隠れオンこれで倒せるだろう。はい。地面タイプになってくれたからね。やったぜ。マジでかよ。678。うますぎ経験値。燃えかったが足りなかったか。オッケー。ちょっとさ、ごめん。ちょっと回復だけさせていい?さすがに炎タイプのままじゃ、まずいわ。確か、ここ入って、オッケーオッケー。ちょっとね。ちょっと待ってね。ついでだからさ、ちょっとポケモン変えようか。これジグザグ間抜いてね。あ、ハイプーボール持ってんのこの子。あ、ハイプーボール持ってたんだ。知らなかったわ。まあいいや。この子とってね、3度いるよね、可愛いからね。さてさて行きましょうか。ただいま、フエンジムでございます。で、さっきはこっち入ったでしょ?で、こっち入って上行きます。これどういう仕組みなの?本当に。で、これで下行く。いそう。待って。あ、行けないんだ。いそうだわ。あ、いない。上行った。あ、アスナいるね、右。待って。こういうのは大抵遠く。大抵遠くなんだよ。これも一直線、え?これ道ある?上か?え?ないじゃん。え?ちょっと待って。え?あれ?え?あ、そういうことか。道違うんならここからやり直せと。びっくりした。今、積んだかなと思ったわ。行く道なくて。はい、こっち。まあ、これここしかないでしょ?で、さっきそこ入ってたね。だよねー。いるよねー。これでね、ジュプトルくんレベルが36になりますね。さ、岩落とし効きません。これで、マグマック、倒せるんじゃない?炎の体とかやめてね。頼むよ。変な特性持ってないでね。行ったね。来ました、皆さん。36レベル。あれ ?36 レベルって進化じゃない?ちょっと待って。36でジュプトル。じゃーみんな、来たわ、皆さん。ついにジュプトルが樹海になりますよ。これ、いやー、すっか、忘れてたね、完全に。来たわー。来ました、樹海かっこいい。うぶるる。ジュプトルは樹海に進化した、かっこいい。これが初代の樹海だよ。来ましたね、皆さん。進化しちゃったよ。さあ、こっち来まして、ここしかない。敵、あれ?こっち汚かったっけ?あ、来てない。こういうのは、ここが、いやー、いるよね。さあ、樹海員、さ、出していけますよ。ガンス、どうしようかな。リーフブレードか、穴を掘る。リーフブ、穴掘る行っておこうかなー。どうせこいつもね、変な状態異常させてこようとするんじゃないの?何?炎のパンチ、あ、もしかしてチャーレムとか持ってたりする?アスナさん。強すぎる。HP が105だね。468だ。ともみさん。なんで強いの?当たり前だ。今進化した樹海だからな。ってことはここだな。あれ?下に?あ、合っとるぞ、多分これ。これは合ってそうだ。あれ?ちょっと待ってな。こういうの大、え?いや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 。いやいや、マジかよ。オッケー。どうでしょう。あ、この辺も来てないね。上、ドカーンで、お!来ちゃったよ、皆さん。ちょっとね、回復だけさせようか。HP 満タンまでね。そういえば隕石ってあれどうすんだろうね。さあ、回復系は、いい傷薬あります。樹海に使うちょっともったいないんだけど。さて、行きましょう。アスナ。
ようこそじゃなくて、よくぞここまで来たものだな。私はここのジムリーダーを務めさせていただく、じゃなくてジムリーダーを任されたアスナだ。くぅ、ジムリーダーになりたてだからって油断などしないことだ。おじいちゃん譲りの才能と、この土地で磨き上げたホットな技、あなたに見せてやる。来ましたね皆さん、美女アスナ来ました。アスナ戦です。これ何個目のジムだろうね。いやもうめちゃくちゃ好きなんだけど、アスナマグマック。まあね、樹海に穴を掘るで無双します。まあ、5あれば十分だろう。多分一撃で落とせると思う。さあマグマオーバーヒート、ゾーンマイだな。当たんねえんだ。穴を掘る、恐ろしい技持っとるね、マグマック。レベルね、進化前の26でさ。だからこれで433経験値。次はダブルマグマック、ダブルマグマックですか。そしたら穴を掘る。もうこれ樹海ノーダメージで倒せそうだな。今までのジムで一番楽かもしれないよ。日本バレか。なるほどな、炎タイプの技が強くなったな。さてさて、これでいけるかな。日差しが強い。穴を掘る、落とせるかね。いいね。まあ10レベルも下がったらね、さすがにちょっとね、来た、進化しやがったぞ。しかも一気に最終までバクーダより先にねコータスと。日差しが強い、これちょっと怖いんだよなって言いたいんだけど、穴を掘るで一撃だと思う強すぎるぞこれ樹海員。穴を掘るゲットできたのがもうでかすぎるわ、さすがにね。これこのオバヒックだったらちょっと怖いよね。ああ、これ落とせるんじゃないかなと思いますと、ワンチャン急所とか当たってくね。やっべ、ちょっと待って、やべちょっと待って、耐えるよなさすがに。ちょっと待てやおい、待て、いやまだワンちゃん、まだある。ちょっと待って、マジかよおいこ待って、待って、コータスどうしようかね。まあとりあえず戦う、翼で撃つ。え、マジでか、どうしましょうかまさか樹海に一撃で落とされると思わなかったな。いや、おお、いや、あのね、どうしましょう、どうしようかな。そしたら、そっか、とりあえず鋼の翼妥当かね。先手は取れるよねさすがに。とりあえずあんま食らわねえんだよ。やべえ、ちょっと待って、やべえ、これ耐えて、ちょっと待て、これやべえ、コータスの時入れ替えなきゃいけない。ちょっと待って、もうこれ勝ち目ねえわ。うわマジやべえ。そっか、日本バレがあるから強かったんだわ、そういうことか。なるほど、これマジかよ、マジで強えわこのコータス、マジで舐めてたね急所に当たらなかったら耐えてたか。種ボーイ、もうこれ種ボーイもきちいともね落とされるわ。種ボーイコータスの瞬間にクチート出せばいいんだ、クチートな、落ちるんだよな。いやマジでか、クチートだ、マジえつえ、やばいこれ。威嚇効かねえのかよ、じゃあ意味ねえな、クチート出しても強いかもしんねえわこのコータス、やっべえちょっと待って、リベンジするわ。よし、着いたぞ、リベンジだぜ。まあ、今度は負けねえわさすがにな。マグマック2匹はもう樹海の穴を掘るで一発で落として、問題のコータスね、あいつどうしようかな。コータスがね一番ちょっときついかもしんねえな。まあ、樹海イン、オッケーで、これでまあとりあえず穴を掘るだな。マグマックはねもうこれで絶対落ちるの分かっとるからもん、うわ光の壁はちょっと待ってね、耐えたりしね。あ、よかった、光の壁の効果がいつまで続くかだな。マグマックはそのまま行くんだけど、まあ、最後のコータスだけちょっとね、どうやって立ち回ろう。いや、ワンチャン、ねえ、火炎放射当たらない。いや、ワンチャンね、あー、これ、オースバメ出すのありかな。一撃で落とされんだよな。はいはい。433。コータス、これはさすがに入れ替えるんだけど、オースバメ行こうか。
だってね、クチード出してもどうせ効かないもんね。白い煙特性でね。コータス。さ、こいつね、どうしようかな。ワン？いや、でも影分身。いや、でもなー。とりあえず、つばせる撃つ。どう？うん。オーバーヒート。ワンチャン耐えねえかな、これ、オスバメな。なんかのミスで耐えないよねー。まあまあ、仕方ねえな。わかった。そしたらね、僕ね、今回元気のかけら持っとるんで、樹海まず出す。樹海に出して、穴を掘る使います。オッケー、光の壁消えたね。穴を掘る。いや、これワンチャン急所出ねえかな。マグニチュード持ってないよな。ま、持ってたらちょっとめんどくせえんだけど。オッケーオッケーオッケー、のしかかり効きません。うん。これでコータス、いいダメージ入るんだよね。オッケーオッケー。で、うわ、こいつメスかよ。めんどくせえ、それ。マジか。やべえな、メロメロは。やべえ、どうしようかな。メロメロもクソ、待て、コータスメスは聞いてねえな。メロメロってきついって。ナイスだよ、ジタバタ。え、ジタバタってさ、あ、気のせいだと。うわ、持っとるか、忘れてた。それ忘れとったよ、今の傷薬の効果。待って。待って。頼む。行ってくれ。オッケー、いいね。あと当ててくれるかだ。マグニーはやめて。オーバーヒート、オッケー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 。いいよ。これ PP 枯れるぞ。頼む、オッケー。よし。よしよしよし。のしかかりね。大丈夫、耐えるはず。よし。頼む。頼むぞ、もうそろそろメロメロ溶けてほしいな。てか、うわ、やばい。まあ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 、でも樹海にこれ落ちても大丈夫。そのために元気のかけらをね、今回持っとるから。おし、これで特効がね、2段階下がった。これがでけんだよ、これを待ってた。じゃあ、サンドいきましょうか。サンド。ちなみにサンドの技は、ひっかく丸くなる砂かけか。まあ意味ない。そしたらね、ここで元気のかけら、いきましょうと。樹海ね、間違えても大蕎麦にしちゃダメだよ。よし、オーバーヒートな。ワンチャン耐えねえか、これ。それねえな。いや、よし、特攻2段階下がったぞ。これを、樹海院行って、これ樹海院行って、これ特攻下がったのよね。穴を掘る。まあ、メロメロこれで消えるから、コータスね、いい感じに削れんじゃねえかなと、ちょっと思っちゃったりしてるんだけど、頼む。いやー、これいいねー。のしかかりいいね。勝ったんじゃないか？メロメロとかしてこなかったらね、勝ちだ。おい。てーめー、マジそれはダメだろう。一番やっちゃダメなやつやったわ、今。ヤスナさん。コータス倒したいよ、早く。よし。もう一発いける、これ。もう一、ちょ、これ、交代しようか、樹海にね。さすがにこれダメなやつだ。メロメロはマジでダメ。だって PP もう3でしょ？回復しても意味ながないんだな。ちょ、これポケモン回復させようか。ごめんな。ポチエナコロンくんごめんな。ちょっと一旦交代だ。これで、一回引く。で、出すわ。もう一回な、樹海。くっそ、まさかのメロメロ持ってるのはやばいね。メロメロコータスとか初めて聞いたんだけど。さあ、これ、穴掘って、いや、これ何がきついかってさ、あ、でも待って、あ、そっか。のしかかり、勝った。これ勝ったでしょ。アスナさん、さすがに使わないでしょ。回復の薬ね。よし、勝ちました、皆さん。のしかかりきません。よっしゃ、マジでこのコーテスね。え、なんでだろう。ポケモンのルビーのさ、ジムリーダー全員強くね？2個目のジムリーダーといいさ、くっ、形に力入っちゃって、私ジムリーダーになりたてだって、だからって、ちょっと無理していたのかな。やっぱ自分らしく出ないと、一緒に戦ってくれるポケモンも困っちゃうよね。それを教えてくれたあなたにこれあげる。2800円。いやー、よかった。ヒートバッチ。これ、何個目だろう、このバッチね。ちょっとこれ、レベル50までなら人からもらったらポケモン秘伝技、怪力が使える。あ、待てよ。これ、怪力が使えるってことはさ、山から、山で行けんじゃん。
おばひか。でもおばひね、これ覚えれる子いないんだよね、きっとね。バッグ、ここだな。技マシン、おばひ、おばひね。さすがに覚えれるポケモンいないわな。あぶねえ。ちょっとこっちから多分帰れると思う。ドッカンで一気に入り口までポヨンで、これで入り口まで戻るっていうね。よし、ちょっとね。あれ、はるかいるじゃん。なんで、びっくりした今。ケイ君久しぶり。あら、私が温泉入っていたりしてる間にフエンのジムバッジ手に入れたんだ。かなりポケモン集めてるっていうか育ててるんだね。じゃあこれあげて大丈夫だね。ゴーゴーゴーグル、ゴーゴーゴーグル、何ゴーゴーゴーグル。そのゴーゴーゴーグルがあると111番道路の砂漠にも、あっこかー。それにしてもケイ君ポケモンジムに挑戦だなんて、私に負けないからって頑張っているのね。じゃあ私10日でケイ君のお父さんに挑戦しようかな。じゃあまたね。え自転車好きだなおい。10日行くの？回復しよう。ちょっと待てよ、10日ってさ、10日でしょ。10日ってなんかこの辺じゃなかったっけ。ちょっと待て、ええ遠すぎでしょ。マジでっかいよ。仕方ねえ、まあ戻るか。ただいま104番道路までね帰ってきました。でポケナビからの、いや結構走ったよ、ぐるっと今回ってきてね。ここだね。あ、じゃあこっちか。透過していた右だ。あれ、どうやって行くんだっけな。あれ、確か、ちょっと待って、先にさ、ちょっとスプレーだけ、いやもうタクナやめよう。こっちだっけな、透過して、透過して帰ってきたわ。次回さ、このジム行くか。さすがにね、2連続ジムはね、ちょっときついわ。よし、そしたらね、10日到着したんでね、今日はここで終わりにしましょう。次回ね、この10日のジム、ここですね、10日シティポケモン戦ジム、リーダー千里。ということで、お父さんのジムかな。はい、ということでね、次回ここのジム行きましょう。ということで、ケイでした。バイバイ。